お久しぶりでございます。竹脇まりなです。わ、超動画撮るの久しぶりということで、今回の動画は3002ヶ月の竹脇まりなの体型を大公開。私ね、4月に無事出産をしまして、今ね2ヶ月経ったことでございます。ことでで、メイン動画はねずっと3000の取りだめのやつをね更新してたので、久しぶりではないと思うんですけど皆さんは。ただ私はね3ヶ月ぶりにね今メインのチャンネルの動画を撮ってるので、ドキドキしてるー。わーお。これ7月1日に出てると思うんですけど、この約2ヶ月間ですね運動は全くしておりませんで、ゆっくりね産休に入らせていただいてました。一般的にもねこの産後6週間から8週間っていうのは産熟期って言われてて、まあ体の機能をね取り戻していく時間になるので、基本的にはゆっくり過ごす時間ってされてるのでね、私も本当にもう本当にくっちゃねしてた。でお医者さんからももう2ヶ月以上経ってね、そうそう運動とかも普通に開始していいですよって言われてる時期なんでね、そろそろ産後のダイエット開始していこうと思います。いや楽しみ、ようやくしっかり動けるぞ。でこの動画ではね、みんなにまずは私のねこの産後2ヶ月の体を晒し上げまして見ていただいて、でその上で今後どうやってねまあダイエットだとか体調管理体型管理に取り組んでいくかっていうね計画を宣言していこうと思います。みんなと一緒にダイエットするのがいいなと思って、一人じゃできん、仲間がいないとねこういうのはね続いていきませんので、なのでぜひねこの動画を見て、そろそろ夏だしねダイエットしなきゃなって思ってた人はぜひ一緒にダイエットしていきましょう。ってことでまずは体重の変化と、あとはね実際の体型全身のところと、あとは具体的にこれからね7月特にどうやって過ごしていくかっていうダイエット計画をね話していこうと思います。でまずね体重についてなんですけども、これすごいよく聞かれてたんですけど、私は妊娠で今回プラス11キロ増えました。で私もともとね妊娠前は162センチで、体重が 53.5 キロでした。妊娠前ね、当時のベストの体重が50キロくらいでしたね、目安がね、あくまでも目安で、そこから出産前日には 64.5 キロだったのでプラス11キロ。でこれはね私的には結構ね予定通りの増量というか、すでにね出産されてる人からすると11キロって結構増えたなって思う人もいるかもしれないんですけど、なんかね2021年に妊婦さんの体重の増量の基準っていうのがね国で定めてるやつが変わって、で妊娠前の BMI の値が普通体型の人っていうのは妊娠後、10から13キロの増量っていうのが、まあ、目安になってたんですよ。そなので私も BMI 普通基準だったので、まあその10から13くらいでいければいいなってことだったんですけど、11キロっていうことで、11キロに収めるのもねめっちゃ大変だったんだけどね、体重管理超大変だった。でこっから本題、そのプラス11キロの状態から2ヶ月経ちまして、今何キロなのかっていうと、現在59.5 キロということで、妊娠前プラス6キロ、産後からはマイナス5キロでございます。産後に2週間でね5キロは落ちてたんですよ。そう、赤ちゃん分約3キロと、まあ、胎盤と羊水とかが出て、まあ、体重って落ちるじゃない。それで、まあ、5キロは落ちて、この調子だったら11キロなんてあっという間にねもうスルスルスルって落ちていくんじゃないのと思ってね、すごい余裕ぶっこいてたんですけど、そこから1ヶ月半ピタッと体重は変動しておりません。で多分ねめちゃくちゃ食べてたのこの2ヶ月間。もうね中学生男児かっていうくらい毎食ねもうこんなでっかい丼で大盛りの白米2杯をね3食ね食べてたんですよ。そう止まっちゃったのよ。なんかよく母乳育児をしてるだけで体重みるみる減っていくから大丈夫ですよとかってね諸先輩方に言われてたんだけど、私の場合はねもう多分食べ過ぎでもうぴったり止まってました。全然減らねえ減らねえ。まあでもね言うてね体重っていうのは本当にただの数字だともう思ってるので、大事なのは体型なんですよ。っていうことなんでね、現在のね私の体型をねちょっと全身映していこうと思います。うわーこれ緊張するわ。ということで、人生で私今一番ね、ふわふわボディです。本当に。みんなびっくりしないでね。現在の私の体型がこちら。はい、こんな感じでございます。お腹、ぷにょぷにょ気持ちいいの。はい、こんな感じでございます。ちょっと全身写しとこうか。これもね、記念なんで。記念っていうか、記録なんで。はい、こんな感じで。
ございます。まずね、お腹なんですけども、あら、くびれはどこへやらっていう感じでね、可愛らしいお腹をしております。横から見てもね、やっぱりね、下腹がね、ふにゃーんとしておりまして、やわやわな状態でございます。お腹にはね、まだね、あの正中線って言って、妊娠の時にできるね、茶色い線っていうのができてて、これはね、時間の経過とともに消えるので、まあ気にしてないんですけども、こんな感じです。ふわふわ。シックスパックどこ行ったの、私の別に言われた腹筋どこ行ったの、縦線どこ行ったの。あとさ、私ほんとね、思ったのが、二の腕がさ、たくましくなったなと思って。やっぱりね、こう巻き型になりやすいんだよね、何かと。こういう体勢でさ、まあ抱っこしたりとかさ、生活も何かと猫背、巻き型、スマホ首っていうのになりやすくって、もう超姿勢悪く過ごしてるからさ、二の腕のこの後ろの方ね、ここにしっかりついちゃって、サイズアップしている状況です。わー！斜めから見た時とかにちょっとさ、肩の厚みが結構ね、あるかなっていう感じ。あとびっくりしたんだけど、こういうところにお肉ってつくのね。背中、腰、ほら、この寄せた時にさ、皮じゃなくてしっかりお肉がね、こうギュッと集まる感じ愛おしいよね、本当に。そう、ふにふにな感じでね、片手でしっかりつまめる感じでございます。あと私、妊娠中がすごいね、自分で気になってたのが、足で太もものさ、わかります、この内もものね、隙間がね、もうどっか行っちゃったよっていう感じでね、あの綺麗にぴったりくっついたね、太ももになりました。やっぱり歩き方とかね、変わったから、内もものね、筋肉が全然使えなくなっちゃったりとかしてて、あと外ももの張りね、結構私外ももが張りやすくて、外側にね、こう筋肉の張りができてきてて、かつ内ももにね、お肉がついてるから、前から見た時にね、太ももやりがいあるなみたいな、伸びしろあるなみたいな感じでなっております。伸びしろボディ。ここからだったらさ、いくらでもボディメイクできるわけよ。私は大興奮しております。まあ私の全身の、これからやっていきたい部位としては、二の腕、お腹、腰肉、背中肉、太もも、まあ、あとはね、お尻もね、結構ね、あの筋肉使えなくなってきちゃって垂れつつあるので、お尻とかもやりたいかな。全身やんもう全身じゃん。まあ、ただね、唯一あのね、顔トレだけはね、もうずっとね、産前産後もやってたから、正直ね、11キロ増えたけど、11キロ増えたように見えないってね、周りの友達とかからはね、言われておりました。どうですか？そんなにね、顔はまあさすがにふっくよかにはなったとは思うんだけど、あのあんまりフェイスラインとかね、そんなに気になってないので、まあ顔はこのままで、はい、体のボディメイク頑張っていこうと思います。で、ここからはね、あの、これからのダイエット計画をちょっとね、話そうと思います。具体的なやつ。で、まずね、私の今後の目標は、女性らしいカービーヘルシーボディになるっていうのがね、目標でございます。筋肉をガチガチにつけるっていうよりかは、やっぱりね、ついてるところにはついて、引き締まってるところは引き締まってる、もうカービーヘルシーっていうのがね、なんか自分の中でテーマなんですよ。そして、体力がある。うん、これも大事だね。で、期間なんだけど、私はね、その短期間で、ダイエットするっていうのはね、今回はやめようと思っていて、約10ヶ月かけて体をね、徐々に変えていこうかなって思っております。っていうのはね、やっぱり10ヶ月かけてさ、徐々に変わってきた体だから、10ヶ月かけてまた戻していく、変化させていくっていうね、考え方で、まあ 1,2 ヶ月でね、パーンって戻ったらかっこいいんだけど、でもね、そういう短期的な体作りではなくて、もうずっと続けられる体型管理、ダイエット方法っていうのにね、あのフォーカスしてやっていこうと思います。だからね、無理はしない、本当に超ハードル低いけど、確実に結果を出していくダイエットしていこうと思います。みんなもやろうね。で、10ヶ月かけてやるんだけど、短期的にあのやることっていうのもこう決めといた方が私はダイエットしやすいので、まずはね、7月にやることっていうのをね、5つ決めました。7月のダイエットの決め事、1、1日2リットルは水を飲む、2、食事はタンパク質多め、3、良質な脂質と糖質を取る、4、ストレッチ毎日5分だけやる、5、
V トレを毎日5分だけやる。そして一番大事なことを忘れてた6つ目、毎日自分を褒め褒めする。そう、これが一番大事なんですよ。自分のことはね、自分で褒めてあげることでしかモチベーションって上がらないので、とにかく自分のできたことにだけフォーカスして、できなかったことは一旦無視して、毎日1個でもできたら、あ、自分よかったね、よしよし、今日も頑張れたねっていうね、あのスタンスでやっていこうと思います。これ超大事だと思う。で、食事についてはね、水2リットルと、まあ、脂質と糖質とタンパク質のこと書いたんだけど、基本的なスタンスとして食事制限っていうのはね、しないつもりなんです。カロリー制限とか、脂質は何グラムまで、糖質は何グラムまでって決めてしまうと、やっぱちょっとストレスになりそうだなっていうのがあるので、タンパク質多めの食事をとる。多めっていうのは、だいたい1食あたりね、私の場合だと20から30くらいは摂りたい。で、良質な脂質と糖質っていうのは、玄米だとかオートミールだとか、そういうね、加工されてないような茶色い糖質だとか、あとは芋類っていうような良質な糖質を適量食べていく。あと脂質もね、正直この2ヶ月間ね、すごいね、ジャンクとかも食べてたんですよ。だからそういう揚げ物の油だとか、必要以上の油っていうのは除いて、アボカドだとかオリーブオイルだとかナッツだとか、そういう脂質に切り替えていく。そう、だから要はね、暴飲暴食をねやめるっていうことだね。で、運動についてはハードルをあんまり上げすぎない方がいいなと思ってて、ストレッチを毎日5分、これはね動画を出していきます。あとは V トレ、さっき言ったように体の部位によってね鍛え方ってもちろん違うので、今日は二の腕の日、今日は腹筋の日、今日は背中と腰肉みたいな感じで、できるところを部位別にね鍛えていくっていうのを、継続がね難しい、難しいんだけど、1日5分はやろうと思っています。で、この5つのことが必ず毎日ねできなきゃいけないわけじゃないんですよ。どれか1個は必ずやるぞっていうくらいの気持ちで行って、全部できたらもちろん褒めるし、1個だけできても自分よく頑張ったねって褒めるっていうことをね、本当に忘れないようにしようと思います。今後私インスタのストーリーをね毎日結構更新してるんだけど、私がやってる運動だとか食事だとかね、まあ、あとはプライベートのこととかも、あのインスタのストーリーで結構タイムリーにね更新していくので、ぜひね一緒にダイエット頑張りたいっていう人は、たけまり1219を、フォローしていただけますと、どんなストレッチやってるかとか、今日はどんなもの食べたとかね、なるべく更新していくようにしますので、絶対フォローしてください。一緒に頑張ろうね。そしてね、あともう一個皆さんにねお知らせなんですけど、このね私絶対ねもう7月からダイエットしようと思ってたの。そう、なので7月の ダイエット月間に向けてね、実は新スタジオを用意しております。イエーイ。この動画の次からの運動動画っていうのは、新スタジオ、新タクトレスタジオの方で撮影して、もっと皆さんに見やすく分かりやすい動画作りっていうのをね開始していきます。だから動画のクオリティも上げて、私もね一緒にダイエットを始めて、みんなと一緒にねダイエットを7月は頑張るぞっていうのでね、体制を整えました。皆さんと一緒にダイエット頑張っていこうと思います。はい、ということで今日の動画はですね、産後のダイエット宣言かつ私の現在のね体型の状況でございました。もっと自分を好きになるために、このチャンネルでは運動だとかヘルシーな食生活だとかメンタルっていうのを発信しているので、もうその軸を忘れずに楽しくね産後もねダイエット体作りをねしていこうと思います。このね伸びしろしかないボディをねどう変えていくか、皆さんねぜひ見届けてください。そしてね、ダイエット頑張りたい人一緒に頑張りましょう。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。皆さん7月一緒に頑張りましょう。またね、バイバーイ。